年末にですね、照明機器の、まあ、交換のためにですね、まあ、その筋の、まあ、店に行ってきたわけなんですけれども、まあ、そこでですねあの、テープライトですか、まあ、ちょっとお待ちくださいね。こうアダルトコーナーをお見せするわけにはいかないので、えーまあ、ここはまあパスする感じなんですけれども、おそのテープライトを、まあ、買ってきまして、えーまあ、これぐらいの、まあ、光源があればですね、 えー、まあ、プラモデルも、おー、まあ、食感も、よく光ってくれるのではないかなと思ってですね、まあ、これの導入決定したわけなんですけれども、まあ、ショーケース自体にですね、穴も開けなきゃいけないし、まあ、これから加工が大変なんですけれども、まあ、そんな折、いいですね、1月に入って、えー、最初のゼロ線延長号が、あまあ、届きました。 あ先昨年のですね、えー、最後に101号までが入っていたので、今回102号から105号まで、えー、入って、えー、いたんですけれども、まあ、延長号ということでですね、まあ、あの結構期待しながら見たんですけれども、まあ、届いている箱もですね、 微妙に小さくてですね。まあ、パーツ数は少ないんだろうなっていう感じで。まあ、予告的にあったあの整備兵のキット的なものですね。えー、まあ、あれだけでは済まないんだろうなと思って期待はしてるんですけれども、まあ、今回も、まあ、整備兵が1体と、イットカフンが2つ。で、えー、燃料のい、えー、二輪車ですかあれの、 まあ、パーツとですね、えー、この下のベースがあー、まあ、付属してる感じでしたね。まあ、この、一括りが、まあ、1700円ぐらいですか。まあ、ちょっと随分高価だなっていう、まあ、感じはするんですけれども、まあ、乗りかかった船といいますかあ、整備機兵キットなんかは売ってないでしょうからね。まあ、少々、まあ、値が張ってもですね、 えー、まああとはこの冊子についてる、まあゼロ線のいろんなね、えー、まあ情報。まあその辺に期待するしかないのかな。まあこれが1700円ですね。えー、1号。まあちょっと随分高価かなとは思うんですけれども、おまあうん、まあフィギュアにしてもですね、 このイット感にしても、まあ、クオリティは高いです。うんで、えーまあ、この百科事典的なあこの資料もですね、えー、なかなか込み入った、まあ、この辺は意図的にしているのかどうかは分かんないんですけれども普段のレギュラーの時よりは内容も濃いような感じはしますね。えー、でまあこの今の写真でもですね まだあの、剣がのする、あの、記憶なんかが、まあ、映ってませんから、あこれから、ま、40号にわたって、えー、来るということでですね、えー、まあ、これ以上のものになるのではないかなと、まあ、信じています。で、資料の方なんですけれども、まああ、レギュラー時代とは違ってですね、まあ、多くの、まあ、航空機が、まあ、紹介されていたりですね、えー まあこれを見てもお分かりのようにですね、まあ空母内の、これ飛竜ですかね、えーまあ、各航空機の配置なんかも、まあ、描かれてまして、えーまあ、説明もありましてですね、まあ、結構内容の濃い,い、まあ、資料になってますので、まあこれからの我が交渉の展開にもですね、まあ、役立ってていきたいなと思ってるんですけれども、 おこの、今回いい、消火器。今、一斗管は加工する必要もないと思うんですけれども、消火器やの二輪車なんかはあの塗,塗装なんかもしていきたいなと思ってるんで、とりあえず、うこの辺のパーツは、あまあ、揃ってからと、こ行きたいなと思ってるんですけれども、この、おーベースですね。 えー、まあ、相変わらず隙間が出ちゃうんで、まあ、不自然なんですけれども、まあ、これはもう使わずに行こうかなと考えてます。あのー、まあ、草原マットも引いてますし、えー、まあ、草原の上で、えー、まあ、整備するというイメージで行きたいなと思ってるんですけれども、この消火器系もですね、まだあの、パーツが揃ってないので、まあ、揃ってから行きたいなと思ってます。で、フィギュアの方も、 この101号に付属していたやつよりも結構クオリティが上がってるので、えー、まああと3、4体あるのかな。まあその辺も期待していきたいなと思ってます。まあこの辺の継ぎ目もですね、えー、綺麗にして、えー、まあ次の5ぐらいで揃うと思うので、この辺もシールとか貼ったりしてね、一斗缶らしくしていきたいなと思ってますので、えー、まあご期待ください。それではまた来月、